アンディ・フグメモリアルトーナメントリザーブマッチ、ルールはトーナメントルールと同じ3分3ラウンド2ノックダウン制です。準決勝進出をすでに決めた4人のファイターの中で出血、怪我などにより出場できない選手が出た場合には、このリザーブマッチの勝者が代わりに準決勝のリングに上がることになります。日本行きのチケットを手にする最後のチャンス、それは勝者のみに与えられます。果たして望みをつなぐのは、世界地区予選イギリス王者ゲイリー・ターナーか、それとも地元スイスバーゼル出身ハッサン・クズジュラルか。リザーブファイト試合開始のゴングです。ゲイリー・ターナー選手はですね、イギリス大会の王者ということで、本当はトーナメントに出してもよかったんですけどね、それだけ今ヨーロッパのレベルが高いというそうですかね、はい。おお、一方のハッサン・クズジュラルですけれども、はい、谷川さん、こう、まあ、ボンヤスキーの欠場によってこう、はい、リザーバーに入ってきたわけですが、そうですね、地元出身ということで、まあ、本当にね、スイスの方もこういうあのキックの選手が盛んあの育ってきているということはいいことですよね、はい。格闘技歴は6年という、このクズジュラルです。得意は右のパンチ、ムエタイを基本としている動きです。右のローキック、やはり第1ラウンド序盤はこうゲイリー・ターナーのテクニックというのが、そうですね、今のハッサンの方はちょっとまだ硬いですね、ただどうでしょう、こう決してあまりこう下がらずにどんどん前に出てきますよね。 K1 はテレビや新聞でよく見ていたというこのクズジュラル、スイス人にとってアンディ・フグは憧れの人なんですというコメントも聞かれました。クズジュラル、その同じ舞台に自分が上がれるのは本当に夢のようですというふうに語っていますが、その中でさあ前に出る、なかなか攻撃は当たりませんが前に出る、まずはその気持ちだけは見事に見せています。ハッサン・クズジュラル、パンチからローのコンビネーションはゲイリー・ターナー、185センチのターナーに188センチのクズジュラル、手元の資料ですが実際もう少し身長差があるような感じにも見えます。あ、強烈な右のロー、ゲイリー・ターナーはかつてあのマット・スケルトンとも判定まで もつれ込む、あの試合運びがうまそうな選手ですよね、はい、パンチ力もありますしね、選手です。あーと、これはスリップです。ダウンではありません。でもちょっと足が効いてますね、ちょっとロー効いてますかね、さあ日本行きのチケット、それを手にするラストチャンス、右のローを返します。今のローだったですよね。あー、いいですね。ここまでクズジュラルの戦いというのは神楽さん、どんな風に見てますか。うん、地元でね、はい、晴れ舞台ということで、まあ、どうしても硬くなるのは否めないとしてもね、はい、思い切り力出てるんじゃないですか、前にね。そうですよね、はい、気持ちというのはこう見ていても伝わってきますが、うん、そうですね、はい、これが大切なんですよね、才能というのはそこにありますから、はいはい。あ、そしてちょっとどうか聞いてますね、クズジュラルは左の足だいぶダメージが溜まっているようです。あ、その中でさらにどれだけ前に出ることができるかという進化が問われる展開になりました。ハッサン・クズジュラルです。ここで第1ラウンドは終了。地元スイスバーゼルに生まれ育ちました。現在25歳、188センチ、107キロというクズジュラルです。第1ラウンドはイギリス王者ゲイリー・ターナーのローキックの前に苦しみました。しかし前に出るという気持ちは見せました。得意は右のパンチ、プロでの戦績は12戦10勝1敗1分け2KO です。ただ負けは判定によるもの、まだ僕はダウンを喫したことがないという非常にタフなファイターだそうです。ハッサン・クズジュラル、これから第2ラウンドを迎えます。
アンディフグメモリアルトーナメントリザーブマッチ第2ラウンドを迎えました。果たしてクズジュラルの左の足のダメージはどれほど溜まっているか。谷川さん、このターナーのローキックというのはどんな風に見えますか。クズジュラルの方が足が弱いですからね。はい、もうその効いてるでしょうね。その弱いところをこう見つけて集めているという感じなんですかね。あの顔面は本当に強そうですけどね。はい、そうですね、はい、まだダウンは喫したことがないというそのクズジュラルですけれども、あるいはこのローキックでプロとして初めてのダウンを喫するか。あ、しかしそれでもゆっくりゆっくり前に出ていきますクズジュラル。ゲイリーターナーはイギリス大会王者です。スポーツ柔術というカテゴリーで世界王者にも輝いているそうです。そのあたりの経験、試合感、相手の弱点を見抜くのはさすがというゲリーターナーです。体の厚みがすごいですよね。あ、厚み、はい、だからその力がね、その基本的な力が強そうですよね。うん、そうですね。でこういう選手はどっちかというと荒削りな選手が多いんですけど、はい、試合運びが非常に上手なんですね。テクニック面ではゲイリー・ターナー、角田さんから見ていかがでしょう。うん、あの攻めどころをきちっと分かって、はい、例えばその相手の軸足をですね、はい、蹴り勝ってですね、うん、相手をこの床に倒してしまったりとか、はい、非常にそのジャッジに対して有効なその印象点をね。なるほど、それを細かいかな、はい、であの今なんかでもこう叩いた後にパッと決めを作ったりとかしてね、はい、自分でその戦いの間を作るのが上手ですよね。なるほどね、はい、よく見ればそこあそこにテクニックというゲイリーと、あ、しかし前に出てきたクズジュラル。さあラスに持ってきた、右のローをもらう、右のローをもらう、しかしもう一度前に出ることができるかクズジュラル。いや、気持ちを谷川さん見せてますね。第2ラウンドです。第1ラウンドの中盤あたりから左の足ローキックをもらってダイブ、ああどうなるか、左をもらってダウン。ハッサン・クズジュラルが浴びた人生初めてのダウンは K のリング。カウントは8、しかし立ち上がった。ちょっとね、背中を見せてしまいましたね。左のアッパーをもらってしまったが、さあこの後2度目のダウン、2度目のダウンを喫してしまいました。マジが重いですね。4、5、6、7、8、9、2のダウン、ゲイ。これで2ノックダウン制ですから、勝負ありということになります。はい、ゲイリー・ターナーがハッサン・クズジュラルから2つのダウンを奪いまして、リザーブマッチウィナー。これで、勝ち上がった選手に何かがあればこのゲイリー・ターナーが準決勝進出、準決勝に出場をするということになります。ただ神楽さん、はい、まあ夢の舞台に上がるんだというクズジュラルに対して一言お願いできますでしょうか。あの最後までね、試合を投げずに前に前に出る気持ちが ありましたよね、はい、これは必ず彼が次にリングに上がるときにプラスになって出てくると思うんですよね、はい、こういうものを何かしらリングで掴んで帰らないと、はい、あの負けがついてしまうからないですね、はい、そして谷川さん、はい、イギリス王者ケイリー・ターナー、その力というのは見せてくれたと思います。そうですね、あの本当パンチ力があっていい選手ですよね、はい。まあ、準決勝に出たとしてもちょっと楽しみな選手にはなります。アンティーフグメモリアルトーナメントリザーブマッチ勝利を収めたのは、世界地方戦イギリス大会王者ゲイリー・ターナー、地元スイスバーゼル出身のハッサン・クズジュラルを下しています。メトポカールボゴオサーフォーミングとゲイリー・ターナー。